はい、今ですね、運転延長のアラームが鳴りました。この時ですね、遠くに離れている時とか、リラックスして座っている時とかですね、いちいちまたこのストーブのところに来て、この運転延長というボタンを押すのがすごく面倒くさい時があります。そこで私はこれですね、リモコンをですね取り付けました。ちょっとやってみますね。これで3時間の延長になりました。これはここのボタンですね、これを押すのと一緒になります。で、この運転延長の裏の基板のところにですね、これのリモコンのリレーをつけました。で、このリレーがですね、電源は、5V から 6V なので、それが必要なんですけれども、このストーブの中のですね、電源調べたところ、だいたい 5V から 6V ちょうどいいのが流れてましたので、そこのプラスマイナスから電源を取ってリレーを働かせています。もう一度やってみますね。はい、これでですね、いちいちなった時にストーブまで来て押さなくてもよくなりました。さっきまでストーブの近くにいたのに、座った途端このアラームが鳴ったとかなると結構めんどくさいんですよね。で、ちなみにですね、ここについてるのがですね、マイクロポットっていう、これはなんだ、アレクサ、うちはアレクサ使ってるんですけども、アレクサに呼びかけると動くようになってます。アレクサ、スイッチオン。はい、これでアレクサに呼びかけて今スイッチを消しました。ちょっとね、今このパネルの中をですね見てみたいと思います。はい、外れました。ちょっと近くまで寄ってみますね。これがですね、リレーになりますね。これが 4V から 12V の電源があると動くリレーですね。で、電源のプラスマイナスがですね、これですね、赤がプラスで黒がマイナス、ちょうどこのですね、コネクタのところを検電したところ、確か 5V から 6V 来てましたね。ちょうどですね、この運転延長、この運転延長のボタンの後ろ、裏ですね、裏にある今このですね、このですね、赤と黒のリード線が今ちょうどですね、この赤と黒のリード線がある、ここハンダ付けしているところ、分かりますでしょうか。ここがですね、ちょうどあの表の運転延長ボタンを押した時に短絡されて延長ボタン
のスイッチが押される仕組みになってます。配線をここの裏のボタン、ちょうどこのハンダ付けしているところにつけると、聞こえますかね、ちょっと今聞こえますかね、今ちょっとリレーのリモコンのスイッチを押してみます。このリレー動いてるの分かりますか、カチカチいって青い LED が点滅しますね。こちらのですね、青い LED が点滅した後にこの運転延長ボタンがですね、押されたのと同じ効果になりまして、運転延長になります。でこのマイクロポットはですね、ただくっつけただけです。でこの押し出されるこちらのあのボタンを押すところはですね、高さを、アプリで、ね、調整できますので、あまり出しすぎないようにしています。どうですか皆さん、これでなかなかですね、そんなに難しくはないですけど、もう一度見ますか。ですね、このリレーから出ている、あ、ちょっと取りづらいな、リレーから出ている赤黒の線、これが赤がプラス、黒がマイナスですね。これはストーブの電源から5ボルトから6ボルトのを探して取り付けます。こちらのですね、黄色い方はですね、両方とも黄色なんですね。こちらもプラスもマイナスもありませんので、このリード線を延長して、先ほどのこちらだとの赤と黒の線にリード線に延長したんですけども、こちらをボタンの後ろにハンダ付けしております。で私がですね、これを使ったストーブが、大日ですね、ブルーヒーター FW-5717SDX という商品になります。まあ何のストーブもですね、大体こういう仕組みになっているとは思いますけれども、ちょっとこれはね、本当に自己責任でですね、やってみてもらいたいと思います。これを見て改造して、まあ大火事になったりしてもちょっと責任は負いかねますので、皆さん、慎重に作業をしてください。で今私ちょっとストーブ消してすぐ分解しましたけれども、この辺とかね、もう熱くなってますのでね、十分気をつけて、できればストーブがついてない時にやってみてください。ついていない時でも電源さえ取っていれば、この運転延長ボタンを押すと、ここ短絡してるかどうか分かりません。それでちょっとやる方は注意してやってみてください。以上、ストーブのリモコン取り付け DIY 動画でした。ご視聴ありがとうございました。